はい、えー。レトスのおのです、えー。ここ数日お送りしてきた4回の動画を見て、えー、来年合格するためにやるべきこと、わ、えー、かりましたでしょうか、えー、まだご覧になっていないというのであれば、ぜひご確認ください、えー。4つの動画っていうのは、計画を立てる3つの理由、具体的な計画の立て方、勉強時間の作り方、卓見合格するための具体的な勉強法、この4つの動画ですね。 えまだご覧いただいてないという方はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認ください単にわかるだけではなくてできる続けるこれが重要なんですねやはり理解学習がわかった上でそれをできるようにしてまた続けるここまでやらないとなかなか合格することってできないんですねえもしえ一人で続けることができないというのであれば私と一緒に、えー、理解学習やりませんか 今からであれば来年合格していただく自信ありますので一緒に勉強して来年絶対合格しましょうえ個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいそれでは12月5日の3問の問1に入ります不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為の成立と同時に履行地帯となるルか×かという問題です 考えたい方は動画を一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認ください答え丸ですね不法行為に基づく損害賠償債務っていうのは不法行為の成立と同時に履行地帯となりますこれさらっと読むと分かりづらくないですかこの文章っていうのはさらっと読むと分かりづらいんですねでこれは具体例を出すと非常に簡単に理解できます例えばあなたが事故などで怪我をして入院した場合をイメージしてください あなたは被害者で、まあ、別途加害者がいるということですね。えー、あなたは入院費をすぐにでも払ってくれって思いませんかすぐにでも相手方に損害賠償請求したいですよね。加害者に対して損害賠償請求したい。ここで履行地帯の発生時期っていうのは、加害者が被害者から避難されるべき時ですよね。まあ、これは、えー、昨日の動画とかでもお伝えしていると思います。つまり、 被害者であるあなたから避難されるべき時、ここから履行地帯となるわけですよ。つまり事故が発生した時からすぐにでも損害賠償請求したいということは、事故が発生した時から加害者は避難されるべきなんですよね。つまり事故が発生した時から履行地帯になりますよということなんですね。で、言い換えると事故が発生した時っていうのは不法行為が成立した時なんで、この時期から履行地帯になるということです。 これは被害者救済のためのルールなんですね、まあ。イメージできれば忘れにくくなりますし、試験前に勉強したのに覚えられていないとならずに済むんですね。無駄な勉強したくないという方は、ぜひですね、えー、個別指導をご検討ください。もう多くの方がもう無駄な勉強をしているんですよね。無駄な勉強っていうのは、この部分をそのまま覚えるっていう方です。つまり、丸暗記学習ですね。不法行為の成立と同時に履行地帯となる。もうこれ、丸暗記の方っていうのはやはり、もう無駄な学習ですね。 そういった方っていうのは他の部分も丸暗記しちゃうんですよ。でそうなってくると、この部分大体忘れます。1ヶ月後、2ヶ月後忘れちゃいます。で、一方で、ここの具体例を頭に入れて理解をしている方っていうのは、忘れたとしても、この問題文から具体例を自分自身で考えて答えを導くっていうことができるんですね。つまり、正解できるんですよ。忘れていてもこの問題正解することができるんですよ。これが理解学習であり、有益な勉強法なんですよね。 このような勉強をしたいという方は、ぜひ個別指導で一緒に勉強していきましょう。では問い2です。宅建業者 A 社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない場合、A 社は免許を受けることができない、丸かわつかという問題です。で、答えは丸ですね。不正手段により免許を取得した場合、業務停止処分自由に該当し、上場が特に重い場合、 業務停止処分に違反した場合この3つのいずれかの理由によって免許を取り消された場合はその取り消しの日から5年これを経過していないと免許を受けることができないんですねしたがって免許取り消しの日から5年を経過していない場合 A 社は免許を受けることができないというのは丸になるということです、まあ、基本中の基本の問題ですねえこれは解けると思うんですけれども似たような問題で注意すべき問題があります 引っかけ問題として出題される部分で受験生もよく勘違いしている部分なんですねでこの点は少し、えー、話が長くなりますので、えー、個別指導でお伝えいたします、えー、個別指導の受講者さんは、えー、受講者専用のメールマガの方、えー、ご確認いただければ載っていますのでそちらからご確認くださいで問い3ですね仮勘地となるべき土地について七権や定等権を有するものがあるときはこれらのものに仮勘地の位置及び地席並びに 仮勘定の指定の効力の発生日を通知しなければならないマルかバツかという問題です。答えは通知不要ですねえ。定等当権者には仮勘定の概要を通知する必要はありません。で、これなぜかって言うと、そもそも抵等権者って所有者だったり、死刑者のように仮勘定を使用するってことはないんですよね。所有者とか試験者っていうのは、仮勘定の指定を受けたら仮勘定を使用するんですよ。 でも、低等権者は、所有者とか死刑者とは違って、仮勘地を使用しないんですね。まあ、収益っていうのは、もうこれ、賃貸するってことなんですけども、まあ、所有者とか試験者っていうのは、仮勘地を使用することもできるし、賃貸することもできるんですが、低等権者は使用収益する権利ないんですよ。つまり、仮勘地を使うことはありませんので、低等権者に仮勘地について伝えても意味がないんですよね。したがって、通知は不要だということになります。 これも理解していただければあ当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。は、ま、じ、あ、めにもお伝えした通り、4つの動画ですね。えこの4つの動画については、動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、 え、まだ見ていない方、また、一度見たけれども、もう一度確認したいという方は、ぜひですね、ご確認いただければと思います。まあ、結論から言うと、この3つができて、これを続けることができれば、合格することは可能なので、ぜひですね、これを実践していただければと思います。で、これを続けることができないというのであれば、ぜひ一緒に個別指導で勉強していきましょう。今からであれば、来年あなたに合格していただく自信ありますので、お待ちしております。レトスの小野でした。